はーい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、パネッシャンですね、パネッシャン。はーい、かわいいですよね。はい、えー、皆さん、こんにちは。あー、沖縄おばばです。はい、なんかね、また、雨の国でね、おかしなことをやっているみたいですね、連中。はい。えー、何かというと、D のゼルゼルですね。はい。ディーゼルです。ディーゼルが不足し始めてますよー、ということですね。 はい。どういうことかと申しますとね、なぜかインフレ率がどんどん上がるとね、急激にディーゼルが枯渇するようですね。何のトリックがあるんでしょうかね、本当に。はい。それでですね、カリフォルニアとか他の州では、もうすでにね、計画停電が発表されているということです。計画停電ですよ。 ああ何かのことを思い出しますね。はい。日本でもありましたよね。計画停電。はい。一体何のためにこれをやるんでしょうかということです。はい。不思議なことにね。あの、ディーゼルが枯渇しますよということですね。で、えー、ちなみにね、えー、これね、あのー、 例のね、グレートななんちゃらにつながっているようです。と申しますのの、と申しますのも、あの、ディーゼルのね、燃料が、あまあ、不足という事態になって、値上がりっていう事態になると、いわゆるね、流通網がね、えー、途絶えるんですよ。はい、トラックがね、走らなくなるんです。そうしますと、自然とグレートななんちゃらがね、起きちゃいますよ。 ってことなんですよね。まあね。はい。まあ、枯渇しちゃうんですよね。なぜか不思議なことにね。本当はあるのにね。はい。こういうのね。人為的っていうんですけどね。うん、<laughs> はい。そういうことです向向。向こう側はね、起こしたくて起こしたくてたまらないようですね。はい。えー、こちらの記事もちょっと貼っておきます。えー とりあえずねメインチャンネルの方の配信は今日はこれで終わりになると思うんですけどもう一つ例のね予言のことなんですけど、えー、ちょっとね今ちょっと悩んでます実はねもう翻訳はできてますはい、えー、まあ中国語から日本語の翻訳はできてますはい結構ね内容があショッキングかもしれないのでねえー、まあ予言ですからねはい えー、ショッキングかもしれないのでこれあのめサ,サブじゃなくてやっぱりあのごめんなさいメンバーさんの方にします結構ね、えー、きついかもしれないですねある人々にとってははい、えー、まあ最終的にはいいんですけどねはいまあそういうことですはいご飯かなはいご飯ですかはいパンナさんねはいはいご飯ですねはいはいどうぞ。 はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、どうしてもね、なんか、パナさんなんですけど、この、ミケさんのね、あっちのご飯をね、同じものあげてるんですけど、食べたがるんですよね。不思議ですよね。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、もし、えー、今日ちょっとね、内容をちょっとね、 まろやかにして、はい、えー、配信したいと思います。はい、えー、それでは皆さんまたごきげんよう。えー、多分ね、えー、サブちゃんの方、ごめんなさいね、サブちゃんの方は、えー、ちょっと、あのー、現代の四国の人じゃなくて、えー、古代の四国の予言にしときます。はい、えー、あげますのでね、えー、それではよろしくお願いいたします。はい、沖縄おばばでしたっ